ているのか。面白い。だったら掛け合わせてみるか。どんな子供になるか。違う。まず吐かせないと。薬を使うか。壊れなければいいが。行くぞ。おう。まずは、いや、それよりも、やはりこっちの方が、なかったのか。なんだね。ここじゃなんだからよ。仲良く中へ入ろうか。君たちはあれだろう。なんとかいう犯罪組織だろう。それならここに用はないはずだ。プレジデントは上だ。ほら行きたまえ。うるせえ、とっとと歩け。押さないでくれ。私は君らと違って繊細なんだ。そりゃ悪かったな。目的を言いたまえ。仲間を解放してもらおうか。仲間？エアリスはどこだ。ほう、彼女の知り合いか。それはそれは、ああなるほど。ということはつまり。何ぶつくさ言ってやがる。いやね、君たちが死んだら彼女はどんな顔をするかなと思ってね。容赦は無用だな。
くよ。暴れろ。
よくやった。エアリスを返してもらおう。返す？返すとは？私の記憶が確かなら彼女は自分の意思で来たはずだが、それとも何か彼女は君の所有物なのか。マリーを使って脅したからだろうが。見解の相違だな。ないだろうが、ここには世界を変革するに至る貴重な実験体たちが眠ってるんだ。慎重にやってくれよ。ここまで。俺の見せ場だ。やばいよ。こっちだ。まだまだ。集中砲火だ。覚悟しな。間違えたみたいだな。未知の要因があるのか。まあいい、増援は手配済みだ。
残念だな。間に合わない。その人もソルジャーか。ああ。違う。思い出したぞ。私の記憶違いだったな。お前はソルジャーでは。
やんのかよ。待って、この子は大丈夫。なんなんだよこいつ。興味深い問いだ。あ、しゃべった。あ、私とは何か。見ての通り、こういう生き物としか答えられない。あれこれ詮索せずに受け入れてもらえると助かる。レッドサーティーン、北条がつけた型式番号だ。じゃあ本当の名前はなんていうの？逃げられたか。あの野郎どうする？追いかけるか？なあ、レノ、怪我の治療を優先したらどうだ？でもよ。七番街は放っておくのか？我々に何ができる？そもそも、あれは必要だったのか？拒否したところで、他の誰かがやっただろう。その誰かを自責の泥沼から救ってやった。そうは考えられないか？無理だぞっと。ではこう考えろ。犠牲は星へのちょっとした礼だ。はあ？使うばかりでなく、時には返してやらないとな。本気で言っているのか？さあな。はい、了解しました。
社長がお呼びだ。クラウド、よかった、目覚めた。大丈夫？ここ、子供の頃ここで暮らしたの。